練習しましょう。頭の方が当たり前じゃなくて面白い。なるほど。ちっちゃく入れます。これどの時の音じゃないかな。さあ、三つは無理が。でももうミナちゃんがいればな、もう決まりだよね。ボーカルね、叩きみたいな叩きながら歌う。二人じゃな、二人じゃ。あ、そう、バスドラでやってました。バスドラから入っとったやってたもんな、ドラム叩きながらここで初めてやったんですよ鼓笛隊の太鼓しかやったことがないのに、子供って小学校の時ね。でもバスドラとか踏んだことないし。ここで歌ってみる。右に帰ると妖精です。よし帰えよう。来た、無茶ぶり来た。無茶ぶりになって、まあ二人じゃあ俺ギエレキギターもそうかな。さあどうよ。あいた。これ。二人だけで。ドラムが右セットに変わりますよこれ。二人だけでドラムと歌とギターだけで音楽になるかどうか。ねえ。なんだろうか。結構なんかシングルが湧いてきた。第3弾。上手に演奏してたね。ミナちゃんのベースはしっかりしてたし。椅子ってこんな高かったでしたっけ？わかんないです。ちょっと叩いてみて。座って手を押していたときに、この辺に。叩いたことがない場合は低い方がいいな、ロックとかね、低くもうちょっと下げよう。高いなんで叩いてたっけ。ちょっとこっちでじゃあ私がドラム C を楽しいな。昔やってたもんね。やっとったっちゅうほどやってない。一瞬ですよ。ライブでやったもんね。ああ、はい。じゃあこっちでね。クラブだと、そうそう。ヘイ・ボーイやった。ヘイ・ボーイやるかな。いきますよね。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一回。ワン、ツー、スリー、フォー。ことやら即席。おー、いいね。